本日はお足元の悪い中、神奈川県警察音楽隊第318回マリンコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。マスクの着用、距離を保ってのご観覧など感染症対策のためのマナーを守っていただきながら、お昼のひととき、吹奏楽の響きでおくつろぎください。今回のマリンコンサートは、カラーガードの祭典と題しまして、私たちカラーガードの演技をたっぷりと楽しんでいただこうと思います。また、それに加えて、本日は当隊が誇るソリストたちが私たちに負けじと素晴らしいプレーを披露してくれると思います。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。司会は私、関根真由子が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングは子どもから大人まで根強い人気を誇るディズニーの音楽から、コンパス・オブ・ユア・ハートをお送りいたします。カラーガードによる華やかなフラッグ演技で未知なる海への冒険へと誘います。皆様も心のコンパスを信じて最高の宝物を見つけましょう。指揮は畠山渉です。
続いてはジャズのナンバーからアンフォゲッタブルをお送りいたします。この曲はアメリカ人の歌手ナット・キング・コールが1950年代に歌い有名になった曲ですが、その40年後ナットの娘ナタリー・コールがすでに亡くなっている父が歌った音源とのオーバーダブにより共演したことで大きな話題になりました。この亡き父とのデュオバージョンは全米ポップチャート5週1位というジャズ作品としては異例の大ヒットを記録し、グラミー賞においてソング・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。本日はこのアンフォゲッタブルを三宅浩二隊員のフリューゲルホルンと佐藤健一隊員のトロンボーンのデュオによりお送りいたします。Thank you.
フルーゲルホルンとトロンボーンのデュオでアンフォゲッタブルをお送りしました。続いてはジャズとクラシックを融合させたアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュインの作品から、ジャズのスタンダードハイガットリズムをお送りいたします。このコロナ禍で環境も変わり、大変な思いをされている方が多いと思います。そんな方たちに少しでも明るい気持ちになっていただきたいと思い、カラフルなフラッグを選びました。リズミカルな音楽に乗せて、夢や希望、幸せに満ちた心躍るナンバーをお楽しみください。演奏の途中ですが、ここで音楽隊からお知らせがあります。神奈川県警察音楽隊では公式 YouTube チャンネルで演奏やカラーガードの演技など皆さんに楽しんでいただけるような動画を配信しています。まだご覧になっていない方はぜひ YouTube で私たち神奈川県警察音楽隊の演奏をチェックしてみてください。
以上、音楽隊からのお知らせでした。それでは演奏に戻りましょう。次にお送りするのはブラボーブラス。ここからは皆様をカラーガードによるミュージカルの世界へとお連れしましょう。皆様はミュージカルを見に行ったことはありますか？ミュージカルというのは音楽に合わせて歌や踊り、演劇をするショーですよね。想像してみてください。その劇場では綺麗な衣装を着たキャストやきらびやかな照明で舞台を盛り上げるスタッフ、そして音楽を奏でるオーケストラ、そのみんなが今か今かと出番を待っています。さあ、これから神奈川県警察音楽隊のミュージカルが始まります。赤い大きなどんちょうが上がったとき、そこから何が始まるのでしょう。お楽しみください。ブラボーブラスです。Thank you.
ラボーブラスをお送りいたしました。フラッグの他にもストレートトランペットやラインダンスなど様々な演出をお楽しみいただけたのではないでしょうか。さて、続いては演奏隊員に注目していただきましょう。曲はナイジェル・ヘスのラベンダーの咲く庭で、フルートソロに玉井加奈子隊員、そして今準備をしておりますこの大きな楽器、小学生の頃に誰もが叩いたことがあると思います。木琴です。といっても見ての通りただものではなさそうですね。この楽器はマリンバという名前で、なんと5オクターブも奏でることができます。演奏するのは有原由香隊員です。この2名をソリストに、ロマンティックでどこか日だまりの温かさを感じられる美しい曲、ラベンダーの咲く庭で、どうぞお聴きください。Thank you.
見と題してお送りしてきましたマリンコンサートも次が最後の曲となります。本日最後はフランスの作曲家エリック・サティのジュトゥブをお送りいたします。ある晴れた日にさまざまな男女が踊り合う舞踏会、そこで恋に落ちた一人の女性、しかし恋の空模様は傘が必要な怪しい雰囲気になっていきます。夢中になった男性にあなたが欲しいと語りかける女性、そしてそれに男性はどう答えるのか。演技を見てこの後の展開をどう感じるかは皆様次第です。さあ恋の行方は。それではお送りしましょう。Thank you.
以上で神奈川県警察音楽隊マリンコンサートを終了させていただきます。次回のマリンコンサートは来年1月20日木曜日12時10分よりここクイーンズサークルでの開催を予定しております。来年また皆様とお会いできることを楽しみにしております。本日は最後までご鑑賞くださいまして誠にありがとうございました。